通の顔の人が整形して可愛くなるともっと人生いい人生を送れると思いますか。僕は整形反対派なんですけどね。なんだろうな、例えばじゃあその整形をしたら自分の人生が良くなるっていうふうに思って整形をして、で結婚をして子供を産んだ時に自分の捨てた嫌いな顔をした子供の子が生まれてくるんですよ。なんかそういう状況を受け入れるのって難しいと思うんですよね。で、あの人の顔ってその人それぞれ違うように、美人と思う顔もいれば美人と思わない顔もいてっていうのって人それぞれの考え方で、あの、まあ、僕はそのひげおやじさんブサイクだって言ってますけど、彼結婚してるんですよ。あんなデブでブサイクで性格も悪くて頭も悪いのに。でもそういうのがいいっていう人も世の中にはいるので、あのなんだろうね、別にそのこのなんだろうな、自分が自分の顔を嫌いだとしても別にその顔でも構わんよっていう人はいるんじゃないですか。ひげおやじですらいたんだから、はい、とりあえず痩せた方がいいと思います。はい、なんだろうな、あのその整形より前にできることを先やった方がいいよねっていう。あとね、あのとりあえずね、表情の作り方で、まあ常時笑顔でいるとか、その楽しそうに話をするとか、その立ち振る舞いで 2,3 割良くなるのと髪型で1割良くなるので、なのであのそこの2つを気にしをつけてると、そんなにそのなんだろうな、あの悪いイメージで外見持たれないっていうのあったりしますよ。はい。